はいえー、皆さんこんばんはえー、本日も人間力大学 YouTube 対談のお時間がやってまいりました今日の講師の方はお母さんの学校の校長先生でもあります矢部由紀さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございます大塚さん矢部さんが登場となっております今回いやもうねえっとこの YouTube でもえー、だいぶレギュラーレギュラーメンバーなので <laughs> 同は意味だと思う <laughs> 思いますし過去の <laughs> えー、ゆうきの、えっと、動画もぜひまた合わせて見てもらえたらいいなと思ったりするんですけどなんとこ今回やぶゆうきがいよいよ先ほどもちょっと話したんですけど、はい、話したんですけども、はい、いよいよあの第1作目の本が出版が9月に決まりましたありがとうございます,います、はい、おめでとうございますありが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 とうございます 本当にいよいよ,いよいよここからまた勇気、えー、がすごくたくさんの人に知ってもらえるなと思うとすごく嬉しいし勇気の今回の本が一人でもたくさんの人たちの子どもたち、うん、そしてその悩んでる子どもたち子育てで悩んでるお母さんたちが手を取っていただい手に取っていただいて。 えー、そんなお母さんたちの悩みが、えー、希望に変わっていくのがもうすごく楽しみだなっていうか、えー、最高の本になりますのでぜひ皆さん楽しみにしていただけたらなというふうに思うわけですが今日はタイトルがなんとその本でございます、はいえー、書籍と合わせたリンクさせたタイトルでして「はい、学校に行けない子どもの気持ちと向き合う <laughs>」というテーマでですね。はい、で本の方は「向き合う本」という形で。はい でこっちは副題でその子にあったオリジナルの未来を作ろうという副題が今回の公演テーマではついております。うん、はい。え、それ、結城、その本はもう中,中身は、ま、白真っ白なのその,の中身もあるのなか、側のねカバ、カバーだけです。カバーだけ。カバーだけです。いやー、それも、いや、嬉しいです。それ,それが出るんだいや。めちゃめちゃ嬉しいんですよ。しかも、この表紙の少年が僕の息子にすごいそっくりなんですよ。すごい。<laughs> すごいそっくりなんですよ。いやー、それはちょっともう <laughs> 自分の息子のような本になりいや、本当です。自分のポジですもんね。本当ですうね。うん。いやー<や>、今回、もう予約の段階で、あれですよね。生徒指導部門で。はい、生徒指導部門。はい、おかげさまで。うん、こそんなことあんの予約の段階で。予約の段階の予約がスタートしたすぐあとぐらいに。 1位、はい、取りまして、おかげさまで。実際に発売は9月の2日 ?9 月の2日ですね。はい。楽しみですね。うん、ちょっとこれはなんかあの、うちのミーティングでまたちょっともう上がってたらあれだけど、<laughs> 公開ミーティング <laughs> その。ねえ、その出版に対して9月どんな動きするかっていうのは、もう。はいはい、決まっております。 じゃあまた教えてくださいぜひ東京都名古屋の出版記念公演ですね。いあの地域でも今、主催を募っていたりとか。すごい盛り上がってます。大島さんもぜひぜひ一緒に。いやいや、もちろんもちろんご協力いただきたいと思います。もちろんです。公開打ち合わせ。公開打ち合わせ。勇気は京都と滋賀はどっちかが来れたりするのかを。滋賀行きます。 OK、はい、です、OK です。じゃあ、その時にまた大々的に言いましょうあ。ありがとうございます。いや、すごい。今回ですね、人間力大学はですね、9月の5日の20時にですね、矢部<の>さんに登場していただいて、本と同じテーマでですね、お話をしていただきたいと思います。矢部、うん、さん、この今回のテーマ、まあほ、書籍のテーマでもあるんですけど、はい、なんか、込めた思いと言いますか、何、うんはい、か、あの、ルーツって何かあったりするんですか、はい、ここに。はい、なんか、まあ普段カウンセリングさせてもらっていて、この、うん 本当に10年ぐらいから年、まあ、最近5年以内は本当にまあほとんどというぐらい不登校のお悩みがめちゃめちゃ多くなってきていて、お母さんの学校ってオンラインコミュニティがあるんですけど、その中に今250人ぐらい、250人以上かが来てくださってるんですけど、そのなんか大半が不登校に関するお悩みを持った方なんですよ。傾向として 不登校っていうのはすごく多くなってるなっていう印象だったときに、ちょっと不登校にフォーカスしてあのし支援というかね、サポートさせていただこうかっていう話を一旦していたときに、不登校フェスっていうちょっとイベントをやってみようということで、あの2万人を目標にして、いきなり無謀なんですけども、2万人を目標にして、でも1万人以上の方が申し込んでくださったんですよ、この不登校フェスっていうオンラインイベント。たくさんのね、あの素敵な講師の方たちも協力いただいて。でそこで本当に不登校のニーズって、 ものすごいあるんだなと思ってで、今までお伝えさせていただいてきたことを、なんかちょっとでも力になれたらなっていう思いで、えー、この不登校に関して発信していこうと思ったタイミングで、この出版のお話いただいて、その思いが全部詰まってる <laughs> あの本になってます。いやーなんか全部、全部入れました、そのお伝え、普段お伝えさせていただいていることとか、うんはい、あとじ実際のねあの、経験者の体験談とかも入ってるんですよ。 カウンセリングでそのこんなふうに改善されたとかっていう事例もいっぱいあるっことお母さん心理学のコーチっていう方がいるんですけど、この不登校に関してサポートしてるコーチの方がいて、<ー>でこの方たちってみんなあの不登校で困られてきた方で、で今、子供たちがもう成人したりとか大きくなっている、いつまりその後、不登校のその後を見せてくれるすごい素敵な方たちの事例が大変だって、もりもり入っております。 いやそれお母さんたちからしたら安心するし本当に希望になるこんだけ長い期間不登校だったのに今こんな風に聞きしてますみたいなのがねうんめちゃめちゃ入ってても僕も読んでるだけで希望になるというか嬉しくなってきちゃうんですようんうんうん、うん、なんか今回あれですもんねその不登校フェスとかもそうですけど不登校を別に推奨しているというよりかは、うん、全然そうそうそう不登校っていうものをまず受け入れるっていうところから始めようよっていう話ですもんねうんそうなんですよ 今回、その子供、子育てってちょっと思われる方も多いかもしれないんですけど、僕、この中の本の中で伝えさせていただいていることの一番大きなメッセージは、まあ、今後、今後っていうか今もそうなんですけど、多様性の社会ってよく言うじゃないですか。いろんな人たちを受け入れていく社会。うん、なんかそれが本当に、もう現場でそれをしなきゃいけなくなってるのが今、学校の現場だと思ってて。だから不登校って30万人ぐらいいるって言われてて、あの、これ政府のね、政府の調査の仕方だけで30万人。 隠れ不登校ってのを入れるともっと全然いるって言われているんですけど<おー>、<laughs> ってことはクラスに4、5人いるんですよ。そして毎年5万人ずつ増えてるって言われてて、って<ー>なってくると多分近い将来、クラスの半分ぐらいが不登校とか行き渋りになってくると思うんですよね。そしたら学校の形変えていかないと、普通になんか今のままではいけないっていう状態が本当にもう間近まで来ていて<ー>、じゃあこうやって学校に行きづらい子ってどういう性質持ってたりとか、 どういうふうに考えていくと、この未来が作れていくんだろうかっていう、その問題提起みたいなものをさせてもらった本でもあるんですよ。だからその子にあったオリジナルの未来っていうのは、まさにそういうことなんですよね。うん、学校に行ってるだけじゃない選択肢。もちろん学校に行くことは、僕も大賛成で、行けるんだったら行って行いた方がいいと思うです、ね、それがベストです、ね。全然反対してるわけではなくて。うんうん、だけど、行けない子も実際い,いるのでね。 大島さんも学校とかでも講演されるんですけどやっぱりその子供たちって結構そのたくさんいろんな子供たちがいてす学校に行くとカラーって違いますか、ね、あのね中学校でそんなにあんまりか変わんないなっていう感じはするんだよで、ね、やっぱ高校に行くとねうん、うん、その高校によっては高校によってなんかちょっとカラーは変わるなっていうのはすごく感じるけど中学校はあんまりそんな感じなくて<ー>でもっと言うとなんかそのうん、うん 不登校の子たちは来てないんで不登校分かんないっゃ分か,んかわ分かんなくて<う>ただなんかまあそのおとなしくなっているなでよ,よくも悪くもなのか、うん、なんかその、うん、えっと元気がないっていう表現すれば元気がなくなってきてるような、うん、その全体の傾向はあるかもしれないしでもね元気な子は元気なんだよね <laughs> す, <laughs> すごくね <laughs> だか,なんかもう だ <laughs> からあんまりだから,だから昔と比較とかってあんましたこともないんでわかんないけどね。でも学校に関してはさっき結きが言ってくれたように、あのー、やっぱすごい変化を求められてるなっていうのは、うん、感じるね,す,ねうそうですよね。で先生たちもあれですもんねそれはか感じたりとか、うん、できる限りの対応っていうの先生たちもすごく時間のない中やってるじゃないですか。うん うん、周りの先生たちのお話を聞いてもそ,うねそんな中でこうだからみんなが今そこに対してこう向き合ってこう考えて真剣にみんなが動いてるっていうのが今の現状ですもんね。いやー今回矢部さん公演当日はですね、はい、なんかこういったお話をしたいなとかこういうことをなんかこう一緒に考えたいなっていうところって 聞いいたりしししてもよろろろでしょうか見、うんはい、見どころ<の>見どここさっきの,その <laughs> 多様性ってやつはあの子供がいるいないに関わらずみんなにとってなんか必要な考え方かなと思っていて普段今までも人間の大学でお話しさせてもらってるものの見方っていうところの話はやっぱりしていこうかなと思ってるのと<う>あとこの帯のところに書いてあるんですけど僕はずっと起業して起業する前ぐらいから 悩みは才能に変わるってことをずっと使ってきてるんですけどこれをね帯に乗せてもらえたことが僕はめちゃめちゃ嬉しいんですけど、うん、あの不登校のニーズからちょっと想像しづらいと思うんですけど一番お母さんたちにヒットするのがこの才能っていう言葉なんですよなんか不登校と無縁っぽくないですか一<見>確かに確かに確かに、うん、そうなんですけどこの、ね、悩んだことっていうのは全部才能に変わってくると僕は確信していてなので不登校からも全部悩みが 才能に転化していくって本にこれまさに書いてあるんですけどその転換の仕方とかなんかそういった話を今回させていただこうかなと思ってて<ー>なので子供がいるいないに関わらずあの自分自身がこの悩んできたこととかを才能に変えていくうん、うん、なんかそんなあの見方みたいなものを一緒に考えていけたらなと思ってます<ー>いや悩い,いいね悩みを才能に変える方法っていうのは一つなの二つなのなんかなんか何個かあるの

ありますその悩みによっては、このレッスン3がいいですねとかっていう感じの感じ、うん、そうですね、そう,そ,うすそうです、そうで、ん、す、悩みがね深刻だった場合は、その深刻な悩みとかを、まあ、これ、聞かせてもらわないとわからない領域も実はあって、ワークっていうよりは、もう段階がこうレベル5ぐらい、えー、悩みが深刻になっている場合は、直接聞かせてもらって、そこから日もこう、なんか、癒しをしながら見えていくっていうか。 うわ悩んでることが、悩んでることが、例えばすごい大雑把に言うと、人間関係でずっと悩み続けた人生の人って、人間が好きなんですよ。じゃなかったら悩まないんですよ、<ー>そもそも。どうでもいいと思っから、うん、悩まないですよ。食事とかもそうじゃないですか、食事のことでなんか悩んで、食の仕事に疲れてる方って、食事で悩まれてきたんですよね。でも、食とかどうでもいいしって思ってる人って悩まないんですよ。は 大雑把に大雑把なカテゴリーにするとこの大きいカテゴリーからもう才能が見えてくるというかでもそれでいうと大島さんも空気を気にするから空気を作れるってことですよね。そそそうです、ね、ううなるほど、はい、やっぱ心打つで悩んできたからメンタルのことはやっぱが才能な、うん、メンタルトレーニングが才能になってるっしねそうチーム作りで大変な思いをしたからチーム作りが大得意になってますよね。うんうんうん まさにまさにそれです。なんか僕、そ,れそれなんかあの中で法則をちょっと見つけちゃって、その才能が開花するまでの法則を、なんかそれをお話しさせてもらおうかなそれは面白いな。<laughs> 本人も書いて,ある,の書いてある。はい、本人も書いてます、もちろんもちろん。えー、第4章が才能のこと、第4章が才能のことばっかり書いてます。すごい、それめっちゃ楽しみですね。はい。 いやそれはじゃあ本番で聞かせてもらいたいな。そうですね9月の5日にもぜひお話をね聞かせていただいてそれなんか実際にそのエピソードとか具体例とか会場参加してるズームの人たちにそこにね直接悩みとかも簡単な感じでいいんで悩みとかもちょっと打ってもらおうかなと思って書いてもらそれ見るだけでねおおよそ分かってくるんですうわすごいこれ絶対参加した方がいいやつですね。うん いやーぜひぜひ、ちょっと9月の5日、大島さん、多分当日、他の声演入ってたと思うんで、アーカイブでまた送っていただきます <laughs>、はい。はい、お願いします。<laughs> はい、ありがとうございます。ではですね、9月の5日ですね、人間力大学に矢部ゆきさんが、えー、ご登壇していただきますので、はい、ぜひですね、概要欄から書籍のことをまた詳細載せておきますので、ご興味のある方、ぜひクリックしていただけたらと思います。えー、本日見ていただき、えー、ありがとうございます。 矢部さんもうありがとうございます。